更新。流るる水に心をすまし、雪越しとにおいや、琵琶の湖水を右手に眺め、一夜を明かす唐崎の松にさざめく夜の雨。花に閃める滋賀の里、泊まり重ねて筑紫鳴る山国川を遡り、三口も過ぎて仏坂、やがて来かかる飛騨の宿。おお、ご出家様、いいところへおいでくださいました。これはな、半丁ばかり登ると山国川べりでは一番危ねえ鎖の渡しというところがございましてな、そこはお前様一つ足を滑らしたら人間でも馬でもねえ、いっぺんにこの有様かわいそうに首にかけた風呂敷の中には土産の飴やらかんざしまで、どうぞ浮かべるようなお経を読んでやってくださりませ。それは定めしを嘆きのことなら、未熟な愚僧の独協でよろしければこれも何かの仏縁と手向けることにいたしましょう。ありがてえことでございます。おかげで簡単も浮かべるというもの。え、お前様がお一人でおいでなさる、危ねえところだ、お気をつけなされよ。朝晩通る俺たちですらこの有様、足元に気をつけておいでなされませんやと。真心から出る村人の感謝の声に送られて別れを得て前回が道を急いでただ一人鎖の渡しに来てみれば、あら恐ろしや、大げばたかし絶壁の見下ろす谷目もくらむ山国川の急流に青く渦巻くものすごさ。
には肉だけで。言われにすがった前回がおのの奥足を踏みしめて、かかる難所のあるゆえに非業の最後とぐる人と死に積もりていく難人、このまま打ち捨ておくときは10年100年1000年の後には積もりて屍の山を築くは必要なり。思えば我は今日まで八逆五逆の数々の世にある罪を犯せし者。悪の報いや罪滅と我が一心をここに込め、人馬の通るに分けないよ、穴を貫きとしなば、これ何よりのご消滅主上の三愛道。そうじゃそうじゃ当然かいが、思い立つ日を吉日と山国川べりで身を清め、どこで求めてきたのか一尺四五寸の絵のついた鉄槌一丁、右手に持って岸壁を見上げつつ、この岸壁この岩がね、いかにせば掘り抜けられようか。ただんなも観世音菩薩と念ずるのほかはない。くぁさ、一日二日と立つ日の早さ、やがて一年また二年、次第に星は巡れども、前回の近い館木岸壁に心も通れと古うつち、9年目で測ってみるとちょうど22軒の道がついた。さあこうなってくると川に沿った村人は黙って見ているわけにはいかん。どこの人ともわからぬ方があれほど骨折ってくださるのであるからと、それぞれ寄進を募って5、6人の石工を雇い、前回の仕事を手伝ってみたが、1年ばかり経つと思うように仕事が進まないので、1人減り2人減り、今では誰もいなくなってしまった。18年目に測ってみるとちょうど岩の中ほどまで掘ってきた。前回の一進展まで通じたものか、中津藩の氷奉行が知ることとなり、わざわざ巡視を立て29人の石工を雇い、前回の仕事を再び手伝うことになりました。おい、もうあと2年で大丈夫だぞ。2年経てばもうあんな危ねえってことを通らなくたって大手を振って通れるんじゃ。ありがてえもんだ、前回様は生き仏様だ。やれやれ、嬉しや、ありがたやと喜び勇んでおりましたが、19年目の延享2年春、まだ淡き3月8日ホラーナの入り口に訪ねきました。若侍、少々物を尋ねも。へい、旦様でございますか。おう、ほら穴に前回殿と言われるごぼう。へえへえ、前回様ならお前様、このほら穴の主でござります。前回殿に御家宅、はるばる参ったるものじゃと取り継いでくりゃれ。へえ、ずいぶんお疲れでございますゆえ、ここにお出かけになるかどうかは分かりませぬが、まあまあまあ、ちょっとお待ちなされてくださります。またしておいて一人の石子ほら穴に姿を消した。よ、来るお待ち受けたる若侍、何を思い剣腰に入ったる一刀の
裏と表に湿りをくれた。遺伝とすればたんだ人人の居合越し、松間ほどなくほらなから、咳する声も苦しげに、あよみの足さえ尋ねくだされしはどなたでござる。長い間岩に向かっていますゆえ、岩の粉が目に入り、人様のお顔もしかと見分けがつき申さんじゃが、どなたじゃな。お何千回よっ、よもう忘れたとは言われまい。何で福原一九郎の一助と呼ばれしころ、主人中川様の命を追って立ち退いた覚えがあろうがどうじゃ。それがしは中川の医師実之助と申す者、小森三歳非道の難事を打ちたいばかりに、幾年重なる春明けを観覧のうちに過ごしたのじゃ。ここで太田の上からはもはや逃れんところだ。尋常に勝負せる。おお、それではあなたが、あのじ、た、実の、よっ、おお、きょうなりあそばしたな。それそれ。思い出せば25年のその昔、いかにもお父上様を売って立ち退いたは手前でござる。この洞穴の入り口で格子のあなたの手にかかり、人柱ともなり申さば、前回これに越した喜びはござらん。さあ、はよ、はよ、おきりくだされ、この地には強く言うものの、眼に宿す人しずく。おむれ、すんでのことにさよ払わんとする一筋だ。初めてお目通りをいたします。私は棟梁をしておりまする吉五郎というつまらにもんでまして、あちらでお話を受けたまわっておりますれば、お腹立ちはごもっとも様でござりまするがね、前回様も口でああしてきつうはおっしゃってと一部というところでござんすゆえ、今定めしご無念なことだろうと思いますので、差し出がましいようでおっそれ入りますが、どうでございましょうかい。ほら穴が向こうへ通じまするまで、前回様のお命をあっしどもにお預けなすっておくのでやし。ん、憎めてもあまりあるやつなで、創業にめでてその願い許してとらそう。約束結んだその日から、
のすけもぼんやりしていて石工たちの物笑いになるよりも自分も早く起きて岩に向かって土をふるったなれば一時でも早く父の無念が晴らされるというところへ気がついたか、石工と同じようにカツ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 やり始めた。前回もまた前回で少しも早くこれを開け格子に首を渡してやろうというところから長い間の疲れも忘れて、カツリカツリと古う土、日暮れになればお互いに木小屋に帰って休むのが常でありましたが、ある夜のことに実の助よ、一旦棟梁の言葉にめでて許してもやり自分も働いてみたものの、いつまでたっても果てしの知れぬこの仕事を、そのうちに病気で亡くなられでもしたが最後、死んだ親になんと申し訳があるものか。よし、今宵こそは前回目を真っ二つにしてちきてるせんと、はやる心を抑えかねてか、石工たちや棟梁の寝息をそっと伺おうて、探せど、わからぬ前回の姿。手探りで来たホラーなの。今ハエの音をすると。晩。夜中頃胸に響いて聞こえるは闇の中なる前回の古う土の音と今日の声、おもれあっと心すさんだ実之助の心の眼心眼に闇の中なる前回の姿がさながら息仏のようにちえよちゃ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 と言えじてきた。おもれと抜きかけた刀は鞘に尻へにどう我が身ながらも愚かの糸ありわれは何たる愚か者ぞ、武士たる者が待ちきれいで弱に起きでこの浅ましい姿は何事ぞ。あ、そうだ。いや、すっくり立って木小屋に帰り、刀を投げ捨て代わりに持った鉄槌一丁、再び運ぶホラーなの。年は巡りて一年も月。遠距三年九月の十日、空には月の影させど。ここは闇をかうばたまのあやめもわかたぬほらなの中に古うた前回のそばに近づき実の助が前回様前回様、おう、ご生誕のほどそれがしほとほと感じ入りました。ああ、実之助様か。
ああ、お構いくだされな。おい先の短い私、あなたこそは大切なお体、ザザ。お捨ておきくだされよ。しからばごめんくだされ。それがしも共にお邪魔をつかまつなんと。よっ、二割並んで古う土。おっ、土の根さえもいんように。よっ、かれ。三個。かからんとしたる前回の力、独協によってからんもどと、フルルしたる鉄槌が、なんと試験を怪しくたいに、ぐわどうなさいました？お怪我でもなされましたか？もし、前回者、おや？風が吹きますぞ。涼しい風が吹きます。おお、開いた、開いた。ご覧のシャレ、味もしたぞ。大聖願も成就した。開いた吐きましたの。お約束の日でござった。お切りくだされ、この首を。さあ、はよお切りくだされ。と、歓喜は待ってなく全開に、この手を取り、実の助敵も恨みも打ち忘れ、絞る涙の美しい